他校は、中華人民共和国四川省東部を流れる、大きな川で、長江座岸の支流。龍門山脈の最高峰、茶、坪山の南陸に発する三本の河川が、成都市付近で合流し、四川盆地を南北に流れる。他校は、古くは、高田と称され、外へ、中へなどの呼び名もある。他校での祝祭源流となる川は三つある。東の名園川は、 アバチベット族ちゃん族直州、シュゲル県のベ茶チャツボ山に発し、南へ流れ、メンチク市で四川盆地に出、西南に向きを変えて、徳陽市、高寒市を流れる。真ん中の石底港は、重市とシゲル県の境の旧長山南陸に発し、重市とメンチク市の境界を南に流れ、高寒市を過ぎ、生都市近藤県で、メムエンガと合流する。西の港は、 宝州市北部の茶壺山南独に発する。これらのうち、東側の面縁側が他校の起点とみなされる。三つの川は、近藤県の町や私で合流した校となる。このほか西に隣接して流れる大河、民校から分流した柏城側と清白校が、近藤県で合流する。近藤県で合流した後の本流は、関陽市、潮市、市中県、内郷市、 不純権を経て、露州市で、長江に注ぐ。途中の大きな支流には、左岸の世系が、大西流が、溶河が、右岸の縁が、玉系側がある。近藤県の長や私より、北が上流にあたる。内面地区市より、北は険しい山岳部を通る川で、南は過酷も平坦になる。長や私より、市中県までが中流で、 盆地の中の丘陵地帯をうがつような狭い過酷を走る。市中圏以南は下流で川は深くなり蛇行し、幅も300メートルから500メートルと広くなる。多高流域は四川省でも人口の密集した工業地帯である。沿岸の森林被覆率は低く、土壌流出が大きな問題となっている。 また2004年2月には流域の工場で大規模な事故や廃棄物不法投棄が起こり、川が著しく汚染される事件も起こった。タコウという名の川は、四川省のタコ幸以外にも存在する。ありがとうございます。